サインジャイ。ということで、皆さんこんにちは。今回もクリア後の世界を旅していきたいと思います。まずは、今までやっていなかったことに挑戦してみたいと思います。このゲーム、ふざけんなと触れ合いというよくわからんシステムがあるので、試しにチャレンジしてみたいと思います。はい。おいこら、勝手に食うんじゃねえよ。口の周りでうろちょろさせるだけで、食わせるつもりはなかったのに。くそー、食い意地の張ったやつめ。地味にこの触れ合い、操作が難しいんですが。ふざけんなは、おそらく私の肘の上に乗っているっぽいんですが。検索してみたら、ふざけんなの重さは、6.5kg もあるらしいです。結構な重さなのに肘を上げたままいられるとか、いやん、私がガチムチなのバレちゃうじゃないか。はぁ、先に進みましょうかね。癒されようと思ったんですが、別にそうでもなかったです。さて、謎の時間を取っちゃって、すいませんでしたね。今回はまず、ミュウツー戦からやっていきたいと思います。レベル差もありますし、先手を取って、メガスピアーのシザークロスで、ワンパンしたいと思います。知ってた。能力が1段階上がってたら、そりゃあ素早さで勝てませんわね。もっとレベル差があれば話は別ですが、8レベルしか差がないですからね。お、耐えた耐えた。最近、メガ進化をするよりも、通常の形態で戦った方が強いんじゃないかと、感じています。メガ進化をしてしまうと奇跡が起こらないですが、通常形態だと、夏季補正のおかげで、奇跡を起こしてくれますからね。通常形態で高速移動を積んで先手を取れるようになったので、メガ進化をして、ワンパンで仕留めたいと思います。ふう、余裕でしたね。ということで、ミュウツー、撃破です。せっかくなので、ゲットしましょうかね。CM ではマスターボールを弾いてますが、あれは演出で、実際にそんなことあるわけがないので、マスターボールを投げちゃいます。あ、本当に弾かれたやんけ。お、当たりましたね。なるほど。CM の演出の真相は、こんな感じだったのか。やめろ出てくんなや。逃げるな米が湧くだろうが。ほえー。優しい。ちょうど洞窟から出てくるので、穴抜けの紐を切らしちゃってたんですよね。かゆいところに手が届く、有能な鳥ですわ。誰やねんお前は。頭のやつじゃなくて、目の前の人に対してですよ。下半身はエッチなんですが、顔の感じと髪型は、いまいち好みじゃないですね。もうちょっとエリートトレーナーとか、ロケット団みたいな感じの顔が良かったなぁ。は?さっきから何言ってたこいつ。なんか腹が立つので、最強ちゃん、ボコボコにしてきなさい。ということで、ブルー戦です。1体目は、
美しいですね。毒好きを持ってきてればワンパンなのですが、今回は毒好きは持ってきていないので、地道に削っていきたいと思います。いざとなった時用の頭突きと高速移動は必要ですし、炎タイプ対策にドリルライナーも必要ですし、急に出てくるエスパータイプ対策にシザークロスも入れるとなると、技スペースがカツカツなんですよね。ダップ、そういうのいいから、無駄な抵抗は、やめてほしいですね。ムーンフォースでも打ってきて、さっさと退場してほしかったところです。でもまあ、小さくなるコスモパワーとかいう、クソが悪行為をしてこないだけでも、マシかもしれないですね。クイッチのトライアタックなど、聞くわけがないですね。初代のエビワラーの、三色パンチかと思うくらいの火力ですね。ひとまず、リフレクターのターン稼ぎをしつつ、高速移動を積んでおきたいと思います。急に雨でめちゃくちゃに強化されたメガプテラとかが来られても、困っちゃいますからね。よし、リフレクターも切れたので、サクッとやっつけちゃいましょう。2体目は、キューコンですね。こういう時のために、ドリルライナーを持ってきてるのですよ。弱点の炎タイプでありながら、こちらからも弱点をつけるという、素晴らしい技ですよね。お次は、ゲンガーですね。ここもドリルライナーで、ワンパンしちゃいましょう。はいおゆう。さあさあ、どんどんかかってきなさい。次は、ガルーラですか。親子愛がないガルーラなんて、ただのカンガルーですからね。サクサクっと、やっつけましょう。なんかこの人、全然苦戦しないですね。強化四天王くらいの力しか、持っていないような気がします。こんなヘナチョコで、どうやってミュウツーをゲットしようとしてたんでしょうかね。最強ちゃんに手も足も出ないようでは、ミュウツーになんて、勝てるわけがないと思うんですけどもね。お次は、ウツボットですか。ここも大したことのない相手ですね。ブルーのウツボットに乱れ突きしたいですね。嘘です。あまりにも戦闘に盛り上がりがなくて、変なことを考えてましたわ。失礼失礼。あのさあ、抜群技でもないし、適応力でもないし、怒りを積んでいるわけでもないのにワンパンされるというのは、さすがにどうかと思うぞ。ラスト一匹は、カメックスですか。さすがにカメックスはワンパンで落ちないと思うので、一旦回復をして、様子を見たいと思います。HP 半分では、攻撃を耐えられない可能性もありますしね。ひょえー、危ない危ない。回復をしておいて、正解でしたね。でもまあ、うすうす感づいてましたけどね。渡るがメガ進化を使ってくる時代なんだから、こういうトレーナーがメガ進化をしてきても、何もおかしくはないですからね。さて、シザークロスと頭突き、どっちがいいんでしょうかね。シザクロで順調にダメージを稼ぐか、頭突きでひるませに行くかですね。こういうどっちがいいかわからんときは、頭突き安定ですね。何回も言ってますが、10回ひるませれば私の勝ちですからね。オケオケ、まずは1回目ですね。この調子で、どんどん頭突いていきましょう。頭突きと滝登りと岩雪崩とヤスラこそが、ポケモン界最強の技だと思ってますからね。
当たらなければどうということはない。ここまで削ればシザクロ圏内だと思うので、シザクロで仕留めたいと思います。終わってみれば、特に何事もない、その辺のクソザコトレーナーでしたね。この程度の実力でミュウツーに戦いを挑もうとするなんて、おこがましいですよね。スピアーを育成してから出直してきたまえ。いらない。その辺に捨てとけ。は？今までの私なら、私をあなたのペットにしてくださいご主人様とか言ってたかもしれないんですが、なんやこいつは。普通にドン引きするわこれは。ただの外吉だろこいつ。二度と関わりたくないタイプの人ですわ。さて、ブルーもやっつけたところで、マスタートレーナー攻略をしていきたいと思います。何匹かのポケモンで称号を獲得しないとレッドに挑む権利がもらえないらしいですからね。他のポケモン使ってるやん、縛り破ってるだろとか固いことを言う人はさすがにいないですよね。レッドと戦うためにはしょうがないことですからね。スピアーマスターとの戦闘は通常形態じゃないと勝てないと思います。結構なレベル差があるはずなのに、メガスピアーになっても素早さは勝てないですし、いつまで経っても激輪で余裕のワンパンですからね。完全にゲーフリに嫌がらせをされている感じがしますね。高速移動を積んだ通常形態でもこいつの素早さに勝てないとか、マジでどうなってんだよこれは。今できる最善の技構成はこんな感じだと思います。ひとまず高速移動を1回積んだ後、メガ進化をします。さすがにメガスピアーであれば高速移動を積んだら先手が取れるようになってますからね。そしてここで一旦守るを挟みます。もしも激輪が2ターンで切れるのであれば混乱をしてくれますからね。そうでもしないと現状は手の打ちようがありません。88レベルもあるのに非常に苦しい戦いになっています。オケオケ、思い描いた今できる一番最高の状態ですね。ここから頭突きのひるみを狙いつつ、混乱の自傷ダメージも狙っていきます。ひるめ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 、自分殴れ自分殴れ自分殴れ。ダメか。だいぶ祈ったんですけどもね。祈りパワーが足りませんでした。戦っていませんが、スピアーマスターはおそらくレッドと同格かそれ以上のものがありそうなので、後回しにしたいと思います。レッドと戦った後どっちから倒すかを考えたいと思います。ひとまずは他のマスタートレーナーをやっつけてレッドに挑んでみたいと思います。おほほ、赤水着エッチだねー。いろんなマスタートレーナーと戦ってみて思ったことがあります。やっぱりゲーフリは私に嫌がらせをしているとしか思えないですね。他のマスタートレーナーは毒々をしたり一撃必殺を打ってれば勝てますし、何より相手からの攻撃に火力がないのですよ。スピアーのような相手からは余裕のワンパンなのに、こっちからの攻撃は4分の1は？なんやねんこの仕様は。ひとまず戦力にならないようなポケモンを捕まえてきます。本当にこういうやつなら
前もって言ってほしいですね。曲が変わったりとかはないみたいですね。ということで、レッド戦です。何を使ってくるかはよくわかりませんが、第2世代の時のレッド戦を想定しておけばいい感じでしょうかね。85レベルか、なかなかヤバそうですね。でもまあ、第2世代のようにピカチュウだけレベル80超えで、あとは70代後半だと思うので、それを期待しましょう。ひとまず高速移動を積んでおいて、あとは地道に削っていきたいと思います。いつもの通り薬漬け戦法を取れば、普通に一発で勝てるんじゃないでしょうか。このピカチュウ、さては雨でめちゃくちゃ強化されてるな。高速移動を積んだのに、通常形態では先手が取れませんでしたからね。うん、ほげー。飛行 Y 最強トレーナー、回復を禁じられ死亡。どうすんだこれマジで。おいこらゲーフリ、私に対する嫌がらせも大概にしろよ。やっていいことと悪いことがあるだろうが、回復を禁じるのは一番やっちゃいけないことやぞ。スピアが強いのではなく、回復連打が強いことがバレちゃおっと。なんでもない。キルメキルメキルメ。ダメか。でもまあ、どんな感じか雰囲気は分かったような気がするので、次こそは勝つぞ。今回は高速移動をせずにドリルライナーで攻めたいと思います。リフレクターがなければ、さすがにワンパンできるんじゃないでしょうか。雨の力ってすげーわ。メガスピアーのドリルライナーでも耐えられちゃいました。全部のポケモンにこんな感じで雨を使われているとしたら、なかなか苦しい戦いになるかもしれないですね。でもまあ、アイアンテールを使ってきてくれるのはありがたいですね。命中不安定な技は隙がでかいですからね。ひとまずピカチュウは突破です。2体目は怪力ですね。こちらからは有効打がないので、ひたすら頭突きを連打してひるむことを祈りたいと思います。怪力が出てきているということは、第2世代の時とは手持ちが全然違う可能性がありますね。道の相手には頭突きが大安定ですね。ここから私の真骨頂、皆さんにお見せしましょう。私の令和最初の全力祈りで奇跡を起こしてやるぜ。ひるめ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 。ひるめ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 。どんなもんじゃーい。やっぱり私の持論は正しいじゃないか。困った時はひたすら祈りまくってひるませ続ければいいのですよ。3体目はウェンディですね。強敵が続きますね。一応ドリルライナーで弱点はつけるのですが、ピカチュウを見る限りそう簡単にはいかなそうなので、頭突きでひるませつつここぞで打つしかないですね。うえー、ダメかー。結構惜しいところまで行ったような気がするんですけどもね。残念でした。ダメージ量的にウェンディも雨で強化されてるっぽいですね。ドリルライナーではワンパンできなそうな感じでしたね。ダメージ量は減りますが、相棒補正で奇跡が起こるかもしれないので、通常形態でもチャレンジしてみたいと思います。戦ってみて分かったことは、現状では何をするにもレベルが足りないということですね。ひとまず100レベルまで上げてからいろいろやってみたいと思います。今のレベルではレッドにもスピアーマスターにも手も足も出ないですからね。
それでもどうにもならなければ、雨解禁も視野に入ってくるのですが、ここまで来てしまったので、せっかくなら雨なしでクリアしたいですし、失踪しない程度に、頑張っていきたいと思います。この怪力キーも、完全に雨で強化されてますね。怪力キーの大文字が、こんなに食らうわけがないですからね。あ、すごいどうでもいいことですが、ふざけんなの髪型を、うんちにしてみました。これでより、ふざけんな感が出てきましたね。相棒補正があるとはいえ、やっぱり通常形態では、火力が出ないですね。火力が出ないと被弾する回数も増えるので、苦しい感じですね。メガ進化と通常形態、一長一短という感じですね。悩ましいところです。まあとにかくまずは100レベルにして、火力と耐久の底上げをしたいと思います。あと2、3回は、ひるませなきゃいけない感じですね。最強ちゃんは非常に頑張っているんですが、なかなか厳しい展開です。編集してて思ったのですが、ここでメガ進化をして毒づきをすれば、倒せてるかもしれないですね。ここぞでメガ進化をするというのも、ありなのかもしれないですね。残念。ということで、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。100レベルにした後、スピアーマスタートレッド、やれそうな方から、挑戦したいと思います。あと1、2パートで、完結という感じでしょうかね。最後まで、お付き合いいただければと思います。